おはようございます、おはようございます。春チャンネルサブの時間でございますですよ。どうよ、いきなりなんですけど、おじさん服買っちゃったよみたいな感じでですね、おまけにですねグローブだ、どうよね、というわけでございましてですね、新しくですね服を買いまして、そしてグローブも買ったというわけでございますので、ちょっとですね服とグローブの鳴らしツーリングをですねやっていきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけでございまして、大津さんですね、前々からですね皆さんからですねツッコミをですね食らいまくっていましたですね、このグローブでございますですよね。こいつをですねやっと買ったというわけでございます。以前ですね動画でお届けしました、おすすめのグローブがあったらですね教えてくださいっていうですね、そういう動画出したんですよ。そしてコメントをですね多数いただきましてありがとうございました。その中でちょっとですねご意見をですね参考にさせていただきながらですね、お一人の方がですねおすすめされていました、こちらのグローブをですね購入したというわけでございます。でね、あとは服だ、今映ってますでしょう、おじさんですねもう7年ぐらいですねモンベルのですね最強極寒スーツと言われていましたですのでですね、ランドクルーザージャケットっていうのをですね着ていたんですけど、あいつがもういよいよやっぱり去年ですね破壊されたというわけでございますので、今年からですねこの服をですね今からですねまた長年ですね使っていこうかなっていうふうにですね思っております。時刻は8時42分というわけでございましてですね、やっぱ寒いんですよ、朝起きた時には寒いなっていうふうにですね思っていたんですけど、あったかいわこれはいいよ。冬がですねどうしようかな、まあ、冬はですねインナーをですね着ようかなっていうふうにですね思っております。そんなこんなわけでございまして、交差点をですね左折いたしまして、今からですね高速ワインディングテストに入っていきたいと思います。高速ワインディングテストって何がわかるって言ったらですね、やっぱり服が大きいじゃないですか、空気抵抗がですねどのくらいあるかっていうのをですね試してみたいなっていうふうにですね思ってるんですけど、あれだなダンプカーが走ってるんで高速ワインディングテスト終了でございます。でもねちょろっと今走った限りではですね、袖がバタ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 あるじゃないですか、袖がですね風圧に負けてバタ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 みたいな感じでですねならないなっていうところをですね感じて、あんまり風の抵抗をですね感じませんでした。多分いいんじゃないか。そしてねもう一個ですね、バックミラーの見え方なんですよ。前回まで着ていましたですねランドクルーザージャケットっていうのはですね、史上最強のですね極寒スーツはですねモコモコでですねバックミラーが見えなかったんですよ、あまりにも着膨れしていたからというわけでございましてですね、でもこいつ見えますからね、かなり細身になってるんじゃないかな、去年の装備よりもっていうところをですね感じております。となるといいことばっかりじゃないのよ、おじさんの動画って言ったらですねいいことも言えばですね悪いことも言うというわけでございましてですね冬場のですね防寒性能がですねどうかな、まあ、去年よりは確実に落ちてるなっていうふうにですね思います。そうだ、せっかく撮影スタジオがですねもう近いというわけでございますので、おじさんのですね立ち動画をですね見ていただこうかなっていうふうにですね思います。ちょっと自慢しちゃろちょっと自慢しちゃろ言ってから、まあサブチャンネルならではでございます、いいじゃない、たまにはおじさん贅沢させてもらっても。そんなわけでございましてですね、おじさんがですね今どんな格好をしているのかっていうのをですね見ていただきたいなっていうふうにですね思ってるんですよ。こういう格好をしているというわけでございます。多少なりともですねシャレっ気をですねおじさんもですね出したというわけでございます。いつもでありましたらですね本当にですね冬に向かっていくというわけでございますので、格好なんかはもうどうでもええんよ、要するに寒なけりゃええんよみたいな感じでですね、もうごっちごちのですねゴアテックスみたいなですねそういう服ばっかり選んでいたんですけど、これ今回ゴアテックスじゃないんだゴアテックスじゃないんだよみたいなことでですね、まあいずれにしてもですねどうよどうよというところをですね皆さんにですね見せつけるというわけでございます。残念なのはですねこれ初めて見られた方もですねいらっしゃると思うんですよ、あこいつ脱いだらそこそこ年いってから笑福亭笑瓶さんみたいなですね、え笑瓶さん YouTube やってるのっていうふうにですね思われてる方いらっしゃると思うんですけど、笑瓶じゃないよ、そこは言っとくよ、ちなみにですねワクワクさんでもないよ、ワクワクさんだよ。そしてですよ、この小峰の手袋でございますよ、ほら近づけるよ近づけるよ近づけるよ、こういうものをですね買ったというわけでございます。何やらですね ここの指先でですねスマホがですねいじれるっていうふうにですね書いてありました。まあ確かにちょこっと触ってみたんですけど、あほんまじゃこれスマホいじれるわっていうぐらいのですね、特に感動はなかったんですけど、まあねとりあえず手袋もですねこういうものをですね買わさせていただきます。
ました。まあ、なんといってもですよ、あの新しいからね、ネチョネチョしてないんですよネチョネチョしてないとか、おい今までヘルさん手袋ネチョネチョしとったんかいみたいなですね、うん、そうなのよ、今まですげえ、ね、なんかネチョいなみたいなことをですね思っていたというわけでございますよ。まあね、サラサラしてるよ、これはやっぱり新品はいいね。おお、そしてね、もう一個言うところね、このジャケットについてなんですけど、プロテクターが入ってるんですよ。ね、背中にも入ってるんだ。胸はオプションなんですけどね。でね、これ、全然プロテクター、これ、入ってる気に、みたいなですね。全然動きも、本当入っとるんか、これ。うん、入ってるね。夏と同じぐらいのプロテクター入ってるんですけど、全然なんか動きが、本当全然あれだよな。プロテクターが入ってるとはですね、ごめんね、左手を動かせないんだ、気づいてると思うんですけど、五十肩でねちょっと痛いというわけでございます。あ、肩もやっぱりちゃんとプロテクター入ってるよね五十肩でここまでしか上がらないんですよ。こっちは上がるんですけどね、うん、すげえな。言っちゃ悪いんですけど、プロテクターが入った服着てこれだけ全然プロテクターの存在感を感じさせないのはですね、初めてだというわけでございます。で、RS 太一の服なんですけど、いいね思ったよりもいいよっていうところはですね、感じております。まあ、あえて比較のメーカーは言わないようにしとこうね。でも、これ太一のプロテクターすげえいいな。直射日光が当たってですね、ちょっと暑くなってきたというわけでございまして、服をですね、脱ぎたいんですけど、ここなのよ見栄えはね、良くなったんですけど、今度、チャックがですね、まず襟のチャックを外して、で、ここのチャックを外してですね、さらにですね、こうなっててですね、もう一個ですね、中のチャックをですね、外すっていうですね、そういう感じになっております。で、これがインナーのダウンみたいなですね、服がですね、入ってるんですよ。こいつはね、取り外しが効きますんで、まあ今からですね脱いでみたいなっていうふうにですね思ってるわけでございます。はい、というわけでございまして、ダウンをですね脱がさせていただきました。うん、こういうダウンはですね付属しております。でね、これ極寒期になったらですね、おそらくですねこのくらいのペロペロのダウンじゃですね間に合わないと思いますので、冬になったらですね、モンベルのですね、ごっちごちのですね、ダウンジャケットをですね、この中にですね、着ようかなっていうふうにですね、思っております。だからよ、大津さんはですね、身長181センチで、体重がですね、83キロ、ちょっと2キロ落ちたんだ。83キロというわけでございましてですね、日頃はですね、服装って言ったらですね、XL サイズ、LL サイズっていうのをですね、選ぶんですけど、このジャケットについては、XXL サイズっていうですね、XXL サイズっていうバカでかいやつをですね、ワンサイズですね、大きいやつ、日頃よりもワンサイズ大きいやつをですね、購入させていただきました。で、また話が元に戻るんですけど、それはなぜかって言ったら、極寒期にですね、ごっちごちのもう分厚いダウンジャケットをですね、中に着ますので、それを想定してですね、ワンサイズ大きいものをですね、買いました。いやー、盛り上がって喋っていたんですけどね、そこにですね、人がいたんだなっていうところをですね、今ですね、今発見したよ。もう、かっこ悪いこと、この上ない、翔平ちゃん困っちゃったわ。ちょっとですね、もう小さな声で喋らせていただきます。というわけでございましてですね、今日はですね、ジャケットとグローブを新しくしましたんで、それをですね、皆さんにですね、まずはですね、サブチャンネルで披露したというわけでございます。でね、今年ですね、あとまだ発注してるものがあるんだ、グローブ、ウィンターグローブもですね、今ですね、発注中でございますので、それが来てですね、もうちょっと装備をですね、冬に向けてですね、増やしていきたいと思いますので、大津さんの今年の極寒仕様の装備が全部揃ったら、改めてメインチャンネルでですね、その装備をですね、紹介してみたいなっていうふうにですね、思いまして、本日のサブチャンネルを終了させていただきます。ではでは。おまけコーナーだ、このやらいみたいな感じでですね、えらい張り切っておまけコーナーがですね、始まったわけでございます。で、おまけコーナーはですね、服の話じゃないんだ。何の話をって言ったらですね、おじさんですね、今日ですね、2回目のワクチンをですね、打ちに行くっていうわけでございまして、本当におまけコーナーだよ。知らんよ。お前がワクチンを受けるかどうかみたいなことはですね、まあそんなことをおっしゃらずにですね、聞いていただければなっていうふうにですね、思うわけでございます。で、何が言いたいのかって言ったらですね、おじさんですね、本当は今日はですね、ロングツーリングに出かけようかなと思ってですね、昨日の晩から
ですね、一生懸命準備していたんですよ。そしたらですね、お母ちゃんがですね、何しおるんっていうふうにですね言ってきたんですよ。何しおるん言ってから明日からツーリング行くんよって言ったらですね、明日はワクチン打ちに行く日よみたいなですね、おそうだったっけみたいなですね、そういうわけでございまして、本日の夕方からですね、おじさんですね、2回目のワクチンをですね打ちに行くというわけでございます。そこでだ、2回目のワクチンを打ったらですね、次の日とかですね、なんか 2,3 日はですね熱が出るかもしれませんので、おとなしくしといてくださいねっていうですねお達しが出てるというわけでございまして、ほんまあ、せっかく移動制限がですね解けてもですね、なかなかロングツーリングにですね旅立てないというわけでございます。もうちょっと待ってね、こないだメインチャンネルで息を言おうとですね、移動制限解除復活だみたいな動画をですね上げたんですけど、何のことはないよってですね、まだちょっとですねロングツーリングにですね行かれそうにないというところをですね、おまけコーナーでですねお話ししておきまして、本日の動画を終了させていただきます。グダグダなっちゃって。ではでは。